よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どのような活動をされている方かご説明お願いします。活動というのは、まあ、アウトドアですね。はい、はいはい。アウトドアというのは、アウトドアというのは、家の外に出る。あ、はい、なるほど。インドアという言葉があって、それ、はいはい、まあ、対してアウトドアっていう言葉がありまして、主にまあキャンプとかいう感じですね。趣味でやられていると、はい、趣味とかじゃなくてですね、活動ですね、はい、あ、発信をされている。発信はしてないです、活動です。はい、はあはあはあ。なんか別にお仕事をされていて、うんうん、趣味でアウトドアもやられていると。あ、違います。はい、それぞれ違いました今。あ、アウトドアを生業とされている、はい、あ、生業ってあの生きるに行ですよね。はい、は違います、はい。はい、職業でいうと何という職業になりますか？あんまり答えたくないかな。あ、はい、そうですか、はい。いろいろあの深掘りさせていただきたいなと思っておりますので。もちろん、もちろん。はい、一応あの取材依頼の時に、はい、その職業に関しては NG というふうに答えさせていただいただけに、今ちょっと困惑してて。申し訳ございません。すみません。うん、ちっちゃい字だったのかな。ではちょっといろいろお伺いさせていただきます。アウトドアということですけども、うん、はい、主にどんな形でアウトドアを？アウトドアご存知ない？どんな形でアウトドアってあのいろんなアウトドアあるじゃないですか。初めて聞いたので、どんな形でアウトドアをっていうのが すごい変な質問だったので、はい、まあ、僕自身このキャンピングカーで、あので、あの主にキャンピングカーで、あ、だから あちこちを移動しているっていう形ですね。このキャンピングカーの中で、はい、この生活をしながらみたいなことですか？生活で生きる活動ですよね。はい、まあ、言い方によっては僕は確かにこのキャンキングカーで生活してるかもしれないですけども、あ、まあ、どうなんでしょうかね。はいはい、なんか家は別にあります。あ、お家はあって、はい、あります。はい、でもこの長い期間このキャンピングカーで全国を回ったりもする。うん、そういうことですね。はい、だそれが僕のなりわいであれば僕のなりわいになりますね。キャンキングカー生活者みたいなことになるのかな。はい、キャンピングカー生活者という言葉が、いやいや、ないですけど、はい、ま、あの強いて言うなれば、あのそういうふうに答えさせていただきます。いや、かなりかっこいい。あ、ありがとうございます。まあ、キャンピングカー、キャンシングカーもですね、あのもう、23年乗ってます。あ、23年。はい、はあ、じゃあアウトドア歴もうかなり長いということですよね。アウトドア歴と言われると難しいですね。まあ、高校生ぐらいの時からいわゆるそのおっしゃってるアウトドアにはまりまして、はい、まあ、そこからずっと、ね、夢があったんですよ。それはもう幼い頃からの夢で、今がね何歳かわからないので、はい、キャンピングカーで、全国回るっていうのが結構夢だったんですよ。で、高校生の時に本格的に自分はキャンピングカーを買うって決めて、キャンピングカーを買うと買うって決めて、20代半ばぐらいで買ったんですよ。今がねちょっと何歳か分からない、はい、でそれが1代目のキャンピングカーで、キャンピングカーですね。で、これ2代目で、はいはい、あ、なるほど。で2代目23年目、はい。じゃあご自身にとってこのキャンピングカーっていうのはどういう存在ですか？連れ、まあ、相棒みたいなことですか？いや、関西弁がね。なるほど、もうなくてはならない存在ということですね。いや、だからなくてはならないっていうほどでもない。うん、あ、そうなんですか。それが連れだと思うんですよ。あー、うん、なるほど。別にこれをね、例えば捨てろって言われたら捨てるし。いや、はい、もう当たり前のように自分のそばにいるのがこのキャンピングカーだと。まあ、それが相棒になるのかな。お、相棒より2万なんで、そうですか。だから連れっていうのが、その二十何年も、まあ、23年一緒にこのキャンシン、中見ますか、このキャンシン。ああ、ぜひ、はいはい、このピャンキング、うん、ここのねライトもねもうバカになっちゃってね、もうカバーが取れちゃってね。あ、そうですか。もちろんこれ押したらつくんですけど、はいはいはい、必要かって言われたら必要ないんで、電球切れても買えないんです。土足ここまででお願いしていいですか？はい、はい、うわー、すごい。そうなんですよ、すごい雰囲気ある。ありがとうございます。お邪魔します。はい、あ、すごいいいですね。落ち着きますね。 ありがとうございます。へえ、わ、テーブルもなんかまったりして、はい、へえ、もうこれもうソファーじゃないですか。そうなんですよ。でここにね、あの、うん、コップ置くとこが4つもあるんで、はいはい、ここ2人座れっていうことで。ああ、はい、なるほど、4人テーブルということですね。そうなんですよ。だからまあピャンキングカーと全然言われんやん。1回ぐらいちゃんと言ってもらうと、うん、1回だけでもちゃんと言ってくれたらそこ使いますんで、そこだけ思って。めっちゃめんどくさいですけど編集。いや、全然言えませんやん。
キャンピングカー。キャンピングカー言えてない。いや、それは言えてなくてもいいでしょ。ピャンキングって言ってる。いやいや、苦手なワードあるでしょ。あのそれぞれ、いや、説得力なくなるんですよ。ただでさえ謎の人物やのに、そのキャンピングカーも言われへんってことは、そのほんまなんかなってなりますよ。いや、実際にこれ僕のなんで、うん、だからその説得力がないんですよ。誰か違う人のなんかなって思います。じゃあこのキャンピングカーが違う人の、言えてないね。いや、それは本気出したら言えやすいもん。でも別に何や本気出したらって言う必要ないじゃないですか。あんた誰やねん。いや、ちゃんと言うてくださいよ。その映像にしてとる。じゃあ聞いてください。じゃあ でちゃんと言えたら100円くださいね。じゃあ、はい、なんでなん。いや、別に僕は、うん、言える必要ないやんって、言う必要ないやんと思ってるんで。別に、いや、言う必要あるでしょ。別にこれテレビですよね、はい、下にね、あのちゃんとキャンキングかって書いたり。言えてないねんけど。あ、わかりました。じゃあ100円あげますよ、言えたら、はい、それで言ってくれるのは編集楽なんで。あ、はいはいはい、はい、この車は何ですか。キャンピング車か、キャンシングか。言えてない。100円。いいっすね。そうですよね。そっちが言われへんかったらこっちも100円。ここは当然カットします。はい。どうします、これ。じゃあ、キャンピングカー言わないように取材続けますか。どうせ言えないんだったら。いや、言えるし。言えてませんやんか。いや、本気出したら言えるし。本気出したらって何なんですか。100円って何なんじゃ。じゃあ本気出してください。1000円でやりました。1000円で。じゃあ僕言えたら1000円ください。うん、言えなかったら1000円くださいよ。いいっすよ。よう分からんけど。はい、はいはい、この車は何ですか。ピャンシングカー。言えてない。うん。ピャーでから始まってるから。ピャーで始まる言葉ってあんまないから。手やめろ。これはカットと。どうします、やめます、取材。取材やるっしょ。じゃあキャンピングカーというワードなしでやりますか。こっち今日仕事休んで、これ今日取材依頼してんねんよね。 OK してんねん。仕事っていうのは何の仕事ですか。それだから NG って書いてあるでしょ。それほんま怖いねんな。で、言うてもらわんと取材続けられないんですよ。で、1万でやりましょう。1万。それはぬるいわ。1000円って。1万。1万。言えたら1万ください。ああ、いいですよ。はい、その代わり言えなかったら1万絶対くださいよ。今全然言えてないですからね。ああ、もちろんいいっすよ。はいはいはい、はい、え、1万ね。じゃあ1万。1万ね。1万。あ、いいよ。目輝いてるやん。こい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 。この車何ですか。キャンシングカー。はい、言えてない。パチンじゃなくて。よっしゃ、マジで。これ一応ね、証拠映像として残しておく。おっしゃ。手やめろ。どうします。どうします。どうしてもいいですよ。あ、10万や。あ、10万。いや、3万とかにしといて。10万、え、ビビってるやん。あ、何や、意外にテレビ人ってノリ悪いんや。テレビ人ってノリいいと思ってた。あ、やろやろ。ええよ。じゃあ言えたら10万。10万やろうぜ。あ、やろうぜ。ええねんな。ええよ。これ決まりな。うん、これ決まりな。決まりな。はい、決まり。それ証拠どうすんねん、お前。俺が実はわざとミスってたら。お前さ、言えへんわけないやん。あの、アホやん。なしにしてください。まんまとはまったな。やっぱり、やっぱりなしにしてください。まんまとはまったな。お願いします。俺がどうやって生計立ててるか。これでピンときたんちゃう。嘘やろ。最悪やんけ、こいつ。この車なんですか。ピャンニンシグレイ。よっしゃー。どういうことや、今の。全然言われんやん。10万。いや、今ない。今ないよ。なんでないね。出せ。持ってなきゃなの、10万現金。なんでやねん、持ってないね。振り込む。振り込む。振り込む。おう、書いとるわ。振り込め先。あ、送るわ。メールで送るわ。あ、振り込め。絶対振り込めよ。あ、10万振り込めよ。100万や。100万でやろうや。大丈夫なんかい。100万。今で一回も言ってないんだ。100万や。大丈夫なんかい。100万や。大丈夫なんかい。100万ぐらいの緊張感あった方がええやん。だってずっとわざとやったもん。じゃあやめとこうかな。ノリ悪。テレビ人って。いや、それよくない。ノリ悪いんや。よくないですやん。いや、自分ももらってるやん。ありがとうございます。こんなんあんまよくないやっぱり。オッケー。じゃあネットに流すわな。テレビ人から金取られたって。テレビ人と賭け事したってネットで流すわな。おい、待て。
この沼に一歩足踏み入れたらもう最後まで出られない。この100万じゃあ勝負するからネットには流すな。オッケー。どうなっても。オッケー。どうなってもやぞ。オッケー。ちょっと待って。一回だけ練習させてもって。一回だけやぞ。キャントングキャン。よし、幸先よし。この車は何ですか？トングカー。よし！100万。は？ 100 万。フルカム、フルカム、フルカムよ、フルカムよ。ほんで言うなよ。誰にも言うなよ。110万な。あ、振り込んだら。誰にも言うなよ。あ、言わんよ。言うなよ。言わんよ。言うなよ。言わんよ。うん。一戦でやろうや。こいつやば。おい、一戦でやろうや。こいつやばいやん。狂っとる。一戦でやろうや。こいつ狂っとる。一戦でやろうや。ここまでいったらもうとことんや。とことん絞り取ったろ。おい、やろうぜ。おい、あ、練習させてくれ。おいよ。キャンギングカー。幸先よし。ピャンピャングピャー。幸先よし。キャンピングカー。額でかいから邪魔すんのありやんな、これ。おい、ええよ。かい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 。この車は何ですか？トンピング車。トンチング車。よーし。あ、今のずるいわ。なんでやねん。よし。振り込め。振り込め。振り込んだ。あ、振り込め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 、絞れとったら。お前やばいな。全部絞れとったら。お前やばいな。あのラインに出まくってんねん。お前やばいな。全部絞れとったら。おい、ちょっと待ってくれ。練習させてくれ、練習。キャンピングカー。キャンピングカー。キャンピングカー。この車は何ですか？ピッシャーね。ピッシャーね。よっしゃ。そのまま言いやろこいつ。あ、ピッシャーネってないの。ピッシャーネってないの。そのまま言いやろこいつ。ピッシャーネってないの。説明せよ。あ、振り込めよ。ピッシャーネってないの。振り込めんのか。生涯かけて振り込めよお前。1億1110万振り込んだろ。振り込めんのかお前。1億1110万振り込んだろ。お前振り込めんのか。振り込めるわ。金あんもんだって。なんて金やね。仕事何してんねん。言わん。こいつやば。こいつやば。テレビ出てえやつかほんまに。5億でやろうや。は？5億。こいつ、自ら自分の人生ズタボロにしようとしたろ。5億でやろうや。おい、行ったろうぜ。はい、5億な。はい、この車は何ですか？プープーピー。キャンピングカー。すいません。おい。何してます。おい。何してます。おい。はい、残ってんで。何してます。何してます。お願いします。お願いします。お願いします。5億やったな。お願いします。1億で1100、もう計算むずいから、お前もう4億や。お願いします。お願いします。そんな振り込みません。人生が4億振り込めんのか、4や4。お願いします。おい、どうすんねん。お願いします。お前4回せんのか。お願いします。お前4回せんのか。お願いします。お前4回せんのか。お願いします。無理です。じゃあどうしたら4回せると思う？もう一個深いのやったらええんちゃう？あー。おい、銃でどうや、銃で。どうにでもなれ。来い来い。この車なんですか？トッシャ。よーし。トッシャ。トッシャ。変なこと言うた。トッシャ。振り込めよ。あ、今10億かけたよな。うん。で、俺が、4億負けてたんか。差し引きで何円かで8億か。うん。8億振り込めよ。わったな。6やろ。振り込めよ。6やろ。8億振り込め。8やったっけ。うん。何やねん、今の言いがかり。1億増えるぞ。9億な。振り込めよ！いつまでや、いつまで振り込んだよね。9億お前無理やぞ。即日無理やぞ。あ、即日は期待してないわ。生涯かけてでもええわ。振り込めよ。まだ来るわ。おい、もう5000万、5000万。あ ?5000 万。5000万 ?5000 万でやろう。この車何ですか？キャンピングカー。よし！まあええわ、5000万ぐらい。うん。振り込めよ。8億5000万。もう1億、もう1億。もう1億？あ、この車何ですか？キャンピングカー。まあええわ。振り込みは7億5000万。5億5億5億。
この車何ですか。キッシャシャーガンサーヤー12億5000万。おい出てけこら、振り込めよ。おい出てけこら、おい出てけこら、最高や。おい出てけ、最高の一日や。おい出てけタヌキ、おいタヌキ出てけ、おいタヌキ出てけ、おいちゃんと閉めろ、優しい閉めろ。やばエッグ、おいタヌキ出てこら、エッグ最高や。タヌキタヌキタヌキ